美容師のビジョンを教えてください。美容師としてのビジョンですか。はい、多分アメイを知らなかったら店舗転換してとか人を育ててとかあったと思うんだけど、アメイ知っちゃってるから、スペアタイム持っちゃってるから本当の意味で美容師としての美容の仕事を楽しみたいから、基本的には、フリーにやりたいんですよね。だから別に雑誌をやりたくもないし、芸能人もやりたくもない縛られるだけだからあとは店舗転換も別にしたくない、みんな辞めていくからで、基準値が低いから、あとはだからね、自分がカットして喜んでいてくれる人がいる限りカットすると、それはすごい喜びじゃないですか。だけど今の状況で松田さんは1日20人から25人カットしてるってことは、やっぱりね、レベルは上がるんだけど、もうね、さすがにね、マシーンみたいになっちゃうんですよ。だから生き方的に言った時に、やっぱり美容を趣味でやりたいと思った時に、本当に自分がやりたいお客さんを、本当に俺を求めてるお客さんを週3日とか、あとはなんか自由に本当に旅行で世界回りたいね。そうすると本当の意味の感性が上がるから、美容師っておしゃれじゃなきゃいけないんだけど、感性上がらないよね。だって家、居酒屋、サロンみたいな、このトライアングルずっと繰り返してる美容師さん大変だよね。感性上がると思っても3ヶ月後に出た雑誌見て、そうなんだってやってるのが現実だから、いろんないいものを見て、いろんな質の高いものを見れる自分になれたら、新しい部分で美容業界を変えてあげたいね。美容師を本当の意味で自由にできるんだよってことを見せてあげたいと思って頑張ってます。今もうまさに1、2年生とか2年生とかで、これから美容頑張りたいっていう子に、まあ、美容師頑張る上での、まあ、一応アドバイスみたいな、何を気をつけて頑張ったらいい、サロンワークだけじゃなくて。そうだね、結局は美容業界ってすっごく人数いっぱいいるんだけど、みんなね、業界の中での横を比べて他のサロンの人たちを見て、なんかこう安心しちゃってるところがある。だから質自体、レベル自体は全部下がってるのよ、どうしても消費とかそういう部分でも。だけどもっと他の業界の人とか、いろんな業界の人の話を聞いたりとか、質の高い人のお客、例えばよくどんなお客さんに来てもらいたいって言ったら、おしゃれな人に来てもらいたい、質の高い人に来てもらいたい、お金のことは言わない人に来てもらいたいって、みんな言う割には付き合ってる相手がすごくその真逆だから。なるほど。だから結局は付き合う人間を、そういう人間をもっともっと自分から、なんだろう、居心地の悪い場所に自分から飛び込んでいくとか、昔はよく遊んだぜとか、今の子たちはあんま遊ばないから、もっともっと遊んで、こういうのはというか、いろんな人間を見ると、多分おのずと美容業をやる上でもすごく美容師が楽しくなってくると思うんだけどね。だからもっともっと、なんだろう、遊べと言ったら単純なんだけど、時間ない時間ないいますよね、なんか美容師さん。そうそうそう、時間ない、ぶっちゃけ言うと時間ない時間ないっていうのは、結局は一番かっこいい断り方であって、時間なんてあるって、ありますよね、寝てるだけだから、あ、どっちかにテレビ見てるだけだから、僕テレビもう 4,5 年見てないから、テレビ 4,5 年見てない俺でも最新のスタイル作れる、これが現実なわけ。だから美容師によく言いたいのは、コンテストコンテストって頑張るのもいいんだけど、僕コンテストって全く興味ない僕がコンテストの審査員なわけ、意味がだから何を頑張るか、何をやるかっていうのがすごく大事で、それはやっぱりいろんな業界で成功してる人の話であったりとか全部共通するから、その美容師ってね、結構片割の人が多いから、美容師のことしか聞かないみたいな。だからもっともっと視野広く、もっともっとなんか好奇心、やっぱさっきも何回も言うけど、いろんなことに興味持って、いろんな人に興味持つと、コミュニケーションビジネスだから美容師って、だからいろんな人に興味持つと、多分自分自身のレベルも上がるから、必然的にそのお客さんも勝手に増える、なんて俺思うんですね。なるほど、あとも最後、なんか要は絶対みんな美容師頑張った人たちは将来自分の店を持ちたいなっていう、絶対まあ板倉さんみたいなのがいるじゃないですか、にあたってやっぱこう経済力とかもそうだし、大変だと思うんですけど、どうですか実際そのリアルな話。面接でもそうだけど、美容師さんなんて夢はって聞くでしょ、夢はって聞くでしょ、はい、おはようさよならと一緒で挨拶のように店を持ちたいってみんな言うね、 99% も言う。だけど実際持ってるのは、そのうちのもう 10% いないね、5% もいないと思う、いないいないいない。だから美容師目指して美容学校出る頃には美容師になると半分になって、はい、その次の年にはまたその半分になって、そのまた次の年には半分になって、
でスタイリストなんだと本当に少数なの、はい、でスタイリストから店持ってる人ってもうこうで時代のその今日本の時代の政治経済が分かった時に個人にお金貸し込んないから、うん、これが現実なわけだからお店を持ちたいと思ったら本当にその部分でサイドでちゃんとしっかり美容で例えばだよ100万円150万稼げるプレイヤーになれてたらそれはそれで貯金しといたり何せ、ね、お金を貸してくれる人もいるだろうけどそうじゃなかった場合は必ずサイドでお金をやっぱりちょっとこう知恵をつけるというか、うんうん、お店を出したい出したいって言ってもお金稼げないやつはお店出しちゃダメです。なるほど。それは社会のためにもよくない。なるほど、うん、だからしっかり美容をやりながらそういう夢を持ってるんであればちゃんと知恵を使って工夫をしてお金を経済力を持たなきゃダメで、うん、といやーすごい、うん、なんだろうね。だから美容師って技術志向であったりおしゃれであったりとかってあるけど今の時代は美容師さんって両方持ってないとダメで、うん、だから昔だとカットして黙っててもなんつうんだろうラーメン屋と一緒は頑固のラーメン屋みたいな喋んなくても味わうまいみたいな、うん、だけど昔は喋って下手か喋らずにうまいかどっちも売れたんだけど今は喋れてプレゼンもできてそれでもってうまくないとダメで、うん、でもって社会的な政治経済も分かってないと日本社会の中に生きてるから難しいよね。だからそういう部分でもうちょっとこう頭がいい子じゃなくて賢い子になってほしいなと思う。あと気使うんじゃなくてよく言うんだけど気使うんじゃなくて気が利く子になってほしい、うん、気使うのはフォーミーじゃん、はいはい、自分のために怒られないためにみんな気使うわけ、はいはい、じゃなくて気利かせろってそれは相手のためだから、うん、そういう人間になれると多分おのずとそういう風な感覚になっていくと思うんだけどね、うん、みんな気使ってるからちょっと違うなみたいな人の変わり見て、はい、ダメになりましたか。あ、すみません最高ですね。いや、ありがとうございます本当に、はい。